あ、豚がいる。わあ、豚がいっぱいいる。豚と内臓。おはようございます。無職旅です。2018年5月19日、香港のノースポイントのあたりです。さっき見たここで食べます。お粥にしましょう。これリャン、リャン、リャンね。朝ごはんは豚肉のお粥と揚げパンです。盛りだくさん。とても美味しいです。さすが香港です。で、昨日から友人の海太郎くんと合流しています。セブンイレブンでミルクティー買いました。港式っていうのは香港式ってことですね。ノースポイントの駅の近くの市場です。まあ、特になんか買うわけじゃないんですけど、朝の活気ある様子を見学しようと思います。これは何でしょうね。全然わかんない。肉とか野菜わかるけど、朝から子供服買う人いるのかな。あ、こんなところにも食事のお店。あ、天津売ってる。美味しそうです。魚生きてます。市場の前の細い道をトラムが通ります。いや、おばあちゃん普通に歩いてるけど危ないでしょ。はい、いや、おばあちゃんどかないよ全然。トラムもなんかピピってやってもいいのに。いや、ま、すごいなこれは。さっきのトラムに乗って、香港島をまた散策しながら城下まで来ます。トラムに乗りました。今回は2階の一番後ろの席です。で、この人は友人の海太郎くんです。香港島の、真ん中ぐらいから左の方に行きます。後続のトラムが追いついてきました。結構ね、何台もつながったりして面白いですね。渋滞っぽくなったりします。ここら辺から繁華街になってくるんで、景色もなんかいろいろ面白くなって、途中下車したいなっていう気持ちが増えてきます。海太郎くんは大喜びです。風も気持ちいいしね。最初の目的地の城下のあたりに来ました。トラムすごい近くをすれ違います。今日最初の目的地の、ハンコ屋さん着きました。いろいろなハンコをオーダーメイドで作ってくれます。何件もあります。なんか可愛い感じのが欲しいなと思ったんですけど、シリアスなのが多いですね。ちょっと可愛い感じのがありました。何の生き物かはわからない。どっちがいいかな。単純な名前だけじゃなくて、模様とかも彫れるみたいですけど、いいねこれ。カラゾとかサイムって意味がよくわかんない。天下ゴンタってのもよくわかんない。じゃあお願いします。オンマンデーマンデーかも。ニコッとした。よろしくお願いします。レトロな街並みを歩いていたり、買い物したりしてたらすごい楽しくなってきました。わーわー、楽しいね。楽しいよ。わー、これ葉っぱにペンで願い事か何かを書いて貼り付けてます。面白い。ペンってペンはそういう気なので、ね、葉っぱを拾ってくるのかな。こちらは歴史的な建物です。確か三国志の関羽が祀られてた気がします。万毛御湯入場いたします。内部は厳かな雰囲気で、お参りしてる人がたくさんいます。来月のトークイベントでうまく喋れますように。あ、ガイドさんはおみくじの説明をしてるっぽいです。続けてマンモーミューの近所にある、キャットストリートってとこ来てみます。ここはなんか骨董品とか、ガラクタ市とかそんな場所みたいです。うわ、カセットテープかこれ。なんだろう、毛沢東語録なんてのもあります。海太郎くんは望遠鏡に興味を示しています。買っちゃえ買っちゃえ買っ
買っちゃいなよ。買っちゃいなよ。ほら、値引きしてくれたじゃん。買いなよ。これ子供が店番してて、あの値引き交渉するとあっちのおじいちゃんに許可をもらいます。ニハオ。おじいちゃんパイプ捨ててかっこいい。すごい T シャツ。特に用事ないんですけど、あのカニの看板に惹かれてこっちに来てみました。すげえ味わい深い。この看板本当にいいよね。カニすごい分かりやすい。ウェスタンマーケットです。はあ、涼しい。大喜びで写真を撮ってます。古い感じが気に入ったみたいです。3階は高級レストランな感じでした。すごくいい雰囲気。さっきの模型であった場所ですね。屋根が追加されてるけど、元はオープンだったわけですね。すごい素敵です。2階はやたらとやたらと布を売っております。トイレのマークが紳士です。これも注意喚起のマークが紳士でかっこいいです。日本料亭浦和。なんで浦和なのかな。日本料亭浦和はなぜか海産物とかがあって、ビュッフェだそうです。地下鉄で移動します。クーロン半島のモンコックのあたりに来ました。お昼は天津です。ヤムチャします。うわー、混んでるっす。大好きな天津専門店来ました。20分待ちぐらいだそうなので並びます。天津入りました。満席、大繁盛、大人気です。まずは大根餅でございます。食べちゃダメ。1年前に食べた時ブログで書いたんですけど、大根がこんな美味しくなるんだったら、なんか自分も努力次第でもっとすごいことできるんじゃないかって、そういう勇気づけられるような可能性を感じる味です。これ大根がベースなのにこんな風になるのおかしいですよね。魔術じゃないですか。次は牛肉入り腸粉、僕の大好きなやつです。見た目からうまそうだったけど、このもっちり感はうまいね。続けてカスタードマンも来ました。トロトロのカスタードがこぼれちゃって大変なことになってます。そして締めはシューマイ、超美味しいやつが来ました。改めてコメントいただきます。エビが何だって、ほぼエビな感じの染みますね、体に。今のやり取り再現します。ちょっと見てよこれ、この値段ね、安っ。おかしいでしょう、この値段で。これは満足度高すぎるよ。あの2人で1300いくらだから、1人650円ぐらい、700円ぐらいですかね。あんなに美味しくて、おかしい。美味しいものをたっぷり食べてとても幸せな気分でございます。海太郎くんのリクエストで、集合住宅の中を見に行くことにします。ここ前泊まったあのホテル宿ですね、の中庭見ます。どうですか、興奮してんのか、この変態め。さっきまでとテンション全然違うじゃない。なんでワクワクしてんのここで。ほら皆さん見てください。まあ確かにね、香港の人の生活がかま見えるけど、なんであなたそんなウキウキしてるんですか。広角レンズみたいな。ちょっと質問に答えてください。あなた どうしてなんでこんなに好きなんですか。なんででしょうね、こういう雑多なものは大好きですね。変態野郎。なんかこういうのが好きって言って、一生懸命こういう写真撮ってるんですよ。はい、変な人ですね。低層からもっともっとあの距離がある感じを撮りたい。変態野郎。友人の海太郎くんはなんか一生懸命こういうものを撮ってます。キリがないね。こんなとこにムエタイのジムがあるって知りませんでした。ムエタイ。そんな感じで集合住宅見学終了でございますと思ったら、もうちょっと写真撮りたいって言ってこっちに来ました。